はいどうも皆さこんにちは、えいずいこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード V ポイントアプリについに 3D セキュアが対応 PayPay の上限アップや D 払い楽天ペイと連携可能へということで、今回は三井住友カードが提供する V ポイントアプリについてですね。この動画では V ポイントアプリが 3D セキュアに対応したので、それについての解説と、他のスマホ決済で連携可能や連携ができないものなど含めてお伝えします。もしですね、普段から三井住友ナンバーレスで V ポイントの消化で V ポ ポイントアプリを利用されている方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは。 いましょうちょくちょくね、この V ポイントアプリについては解説をしてるんですけども、簡単に言うと、三井住友カードが提供するバーチャルプリペイドカードというものでございます。なので、今ここにも出てるように、Apple Pay、Visa の Apple Pay として、ま使うこともできますし、ID 決算も行うことができます。他にもですね、こういったカード番号とか有効期限、スキリティコード、まこういったものもあるので、ネットショッピングでも使うことができます。基本情報としたら V ポイントが付与されるクレジットカードでチャージをした場合は0.25%分が付与されて、で、この V ポイントアプリ 自治体で決済したら0.25%分のキャッシュバックを受けることができます。 で、今お伝えしたようにネットショッピングでも利用が可能ということですね。で、その V ポイントアプリに今回ですね、タイトル通り、Visa ュア 3D セキュアが対応したということでございます。これについては今日のアプリのアップデートで僕は気づきましたね。まあ、そもそもこの Visa ュアなんぞやって思う方いらっしゃると思うんですけど、なんか見たことあるなと思う方も結構いらっしゃると思います。まあ、ここにもね、出てるように、Visa ュアとは対象店舗でのインターネット取引の際、通常の取引情報に加え、v パスパスワード、またはワンタイムパスワード、 パスワードを入力することで、本人認証を行うサービスのですとでこれはね、名前はビザセキュアって出てるんですけども、大体一福国にして、まあ 3D セキュアっていうことが多いです。やっぱりね、その 3D セキュアの魅力的なとこっていうと、やっぱここかなと思うんですけども、より安全なインターネットショッピングが可能にということで、いわゆるそのセキュリティが強化されますよということでございます。パスワード入力でより安全なインターネット決済を行うことができます。また、万が一パスワードを盗まれて不正利用ですね。ショッピングでのカード 機会があった場合は VPassID 安心サービスに弊社へのお届け日から60日前に遡って保証いたしますということでございますやっぱりこれがあるのとないのではやっぱ違いますよね で、面倒な手続き不要と、Visa Secure を利用するために専用のソフトのダウンロードなど必要ございませんと。で、使い方も簡単ということで、対象店舗で会員番号の入力などを操作を行うと、下のパスワード入力画面が表示されますということでございます。結構ね、何かお買い物するときとか、このいった画面出てくると思うんですよ。まあ、Visa に限らず JCB や MEX とか、あと、マスターもこういった画面が出てくると思うんですけども、いわゆる、この画面の時のパスワードを設定するということですね。なので、今回のこの V ポイントアプリはね、Visa Secure 3D 3D 対応したっていうのはまあ一つね安心して使える材料の一つにはなりますよねで今回ですね Visa s e c u 3D セキュアに対応したことによってまあ、タイトル通りですね各スマホ決済との連携が可能であったりとか決済条件がアップされるということでございますまあどういったことかも含めてなんですけどもまあ早速ね設定と検証してみましたので一緒に見ていただければと思いますまずは僕 iOS、iPhone 使ってるのでまだアップデートされてない方はですね App Store から先に行ってくださいアップデート今ここにも出てるように Visa s e と に対応しましまたとということで、こののアアアッップププデデーートトトをを行うととしっかりとねアップデートされた状態の V ポイントアプリを開きますで続きまして、ビザセキュアの設定なんですけども、右上の3本線のところをタップすると、メニュー画面がいろいろ出てくるので、ここにセキュリティというところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、セキュリティの設定ということで、今回、このビザセキュア、そして ID の暗証番号というものも設定できるみたいですね。今回はね、こちらを基本的にメインでお伝えします。ビザセキュアというところを、こちらをですね、タップすると、今回の 3D セキュア いや、visa セキュアの設定画面が出てきます。まあ、ここに出てる条件を組み合わせた上で、自己自身で入力をしてください。で、入力したらここの設定スローですね。タップすると読み込みが行って、ここでチェックが入ったら設定が完了ということでございます。で、ちょっと一旦ですね。画面を戻っていただいて今回ですね。ここのカード情報、ネットショッピングで使うっていうところをタップするとここにですね。v ポイントアプリのカード情報が出てきますんで、今回はここのある情報をですね。使っていきます。ではですね。まず paypay からなんですけども僕今現在ですね。もう。V ポイントアプリとペイペイが連携している状態でございますその状態からお伝えすることになるんですけども、右下のアカウントというところですね、タップするとアカウントの情報が出てきます。で、今回ここの支払い方法の管理というところですね、ここをタップすると支払い方法の管理画面が出てくるんですが、この画面から左にですね、 スライドしてっていただくと、僕の場合ここにですね、V ポイントアプリがちょっとカード番号伏せてるので見せることできないんですけども、今現在 PayPay と V ポイントアプリが連携した状態でございます。でですね、PayPay は、まあ、結構これ有名な話なんですけども、3D セキュアに対応してなくても、まあ、ある程度のね、Visa のカードと連携することができます。ですけども、3D セキュアがないと、利用可能額として5000円までしか使えないんですよね。ここがすごいネックだったんですけども、今回は 3D セキュアに対応することによって、この利用上限金額を増額することができ します ま、試しにですね、ここをタップしたらですね、利用上限金額を引き上げますかと。で、しっかりと注意書きにも出てるように、クレジットカードの上限金額を引き上げるには、本人認証、3D セキュアを設定する必要がありますと出てきますので、早速ですね、本人認証、3D セキュアを設定するをタップしたら、ここでですね、ビザと三井住友カードの情報が出てきます。でね、先ほど公式ページとお伝えしたように、この画面でパスワードを入力するところが出てくるので、ここで V ポイントアプリのビザセキュア、3D セキュアの、先ほど設定したパスワードを 入力すると。入力した状態で送信をタップしたら、これで設定が完了と。 そうすることによって、ちょっと薄く出てるんですけども、利用可能額として25万円に変わってることがうっすら見えてると思います。クレジットカードの利用上限金額を引き上げましたということで、まあ V ポイントアプリで25万円ってよっぽのことがないと使うことがないんですけども、まあ V ポイントを紹介したいな、けど、そこは PayPay 決済しか使えないっていう時は、連携して使ってもいいと思います。なので使い方とすると、PayPay のクレカ払いとして使って、その際に支払い元を V ポイントアプリにすると。そうすることによって25万円まで可能と。ですけども注意点としたら、PayPay プレカ払いをしたら0、0%還元、PayPay ペイペイの還元はないんですよね。ですけども、V ポイントアプリの0.25%分のキャッシュバックを受けることができるんで、まあ、還元率は低いんですけども、V ポイントを消化したい方法の、まあ、一つとして視野を入れていただいてもいいかなと。プラスペ、PayPay イペイのクーポンを利用する際は、クレジットカードを連携した状態でも、クーポンが適用された状態でお買い物ができたりするので、まあ、そういった時ぐらいは活躍するかもしれないです。続きまして、D 払いなんですけども、D 払いも早速ね、連携してみたいと思いますんで、右下のアカウントっていうところ、 ですね。タップするとアカウントの情報がいろいろ出てきます。で、ここにですね、お支払い方法 D 払い残高という風に僕の場合は出てますので、ここをタップするとここで支払い方法を変更する画面が出てきます。僕は現在ですね D 払い残高からの支払いになってまして、他にクレジットカードを連携してる状態でございます。ちょっと隠してるんですけども、で今回新たに追加するのでここのプラスクレジットカードを登録というところをタップします。そしたらですねここでクレジットカードの情報を入力するのでこの時に先ほどね V ポイントアプリのここのカード情報とか有効期限とかセキュリティコードを で、画面を下に下がっていただいて、登録をタップしたら、これで連携できたというような状態でございます。今までね、連携ができなかったんですけども、3D セキュアに対応したことによって連携が可能ということですね。まあそうすることによって、還元率としたらですね、0.5%分の基本還元率、さらに V ポイントアプリの0.25%分のキャッシュバックもあるので、高いとはいないんですけども、まあ普通かなっていうレベルの還元率ですね。まあ1%ないので、まあ普通にクリストカードと連携していいと思います。続きましてね、 楽天ペイですね。楽天ペイの場合ちょっと隠してるんですけども、真ん中にちょっとクレジットカードのところですね、タップするところがあるので、ここをタップしたら、まあ、支払い元の設定ということで、楽天カードとか、楽天銀行とか、楽天キャッシュとかいろいろ出てくるんですけども、ここで新しいカードを登録という項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、新しいカードを登録するところが出てくるので、クレジットカード情報というところをタップして、確認変更をタップすると、この新規カード情報の追加というところがあるので、ここをタップして、また新たにですね、先ほどと同じように、ま、情報を入力して,っていただいて、 以下の規約に同意して入力内容を確認するをタップしてこれで連携が完了ということでございますで、そこからですねもし使いたい場合はここのビザという風に追加がされているのでここを選択したら楽天ペイの支払い元に V ポイントアプリが設定された状態になりますで還元率で言うとこちらも低いですね楽天ペイの場合は他のクレジットカードを設定した場合確か0%還元だった気がします間違ってたらすいません V ポイントアプリの0.25%なんで還元率とはしたら低いんですけどもまあ、これも本当に V ポイントの消費 効果方法の1つという感じですかね続きまして、ミクシーが提供するスマホ決済の 6g というものなんですけども、こちらも、まあ、クレジットカードの情報を追加するときに、右上の3つの点のところですね、タップしたら、まあ、クレジットカードとか銀行口座とかいろいろ出てくるので、ここのクレジットカードをタップして、同じようにクレジットカードを追加をタップして、情報を入力して進んでっていただくと、エラーが出てきます。カード会社から取引拒否されましたということで、まあ、これですね、まあ、若干予想してたところではあったんですけども、なんでかっていうのは、ちょっと後ほどお伝えします。 で、同様にですね、こちらもトヨタオレットですね、こちらも連携ができるかどうか試してみたんですけども、こちらも連携ができませんでしたということです。というのもちょっとこっ っていうのもですね、ちょっとこちらを見ていただきたいと思います。こちらですね、スマートフォンアプリ V ポイントの使い方っていう、まあ、三井住友カードの公式ページなんですけども、その中にご利用できない加盟店についてっていうところが、公式ページにまあ記載がされております。その中でちょっと小さいんですけども、こちらを見ていただきたいと思うんですが、ここですね。各種プリペイド電子マネーの購入。 チャージ代金のお支払い。7個クレジットチャージ、楽天エリ、V プリカ、ポイントオレットビザプリペイド、ポレットビザプリペイド、キーゴウェブマネー、レボリュートなどということで、まあおそらくこの、ここにも出てるように、まあいわゆるそのプリペイドとかのチャージは対象外ということでございますね。なので、先ほどの6グラムであったりとか、ちょっとここには出してないんですけども、ビザプリペイドのキャッシュであったりとか、先ほどのね、トヨタオレットとか、まああそこら辺あたりに関したら、ここにも出てるようにビザタッチの決済が使われインターネットショッピングの中 ませんとととといいいううここでで対象外になりまますよござぁ、まあ、ちょっとね、こちら詳細見たい方はですね、リンク貼っておきますんで見ていただければと思います。ちょっとね、期待してたとこではあったんですけども、やっぱりなっていうとこでもありますよね。なので、今お伝えしたことをサクサクっとまとめると、ペーペーの場合はもともと連携はできてたんですけども、3D セキュアがなかったため5000円までと。ですけども、3D セキュアビザセキュアに対応したことによって、25万円までアップすることができたと。で、D バレに関しても連携が可能と。れ楽天ペイに関しても連携が可能と。 これのこちら AUP6g トヨタワレット、これらに関しては、電気ができないということでございます。ちょっとね、ここに出てないものに関しては僕試してないので、検証ができてないのでわかんないんですけども、もしね、わかる方いらっしゃれば、これはできましたよとか、これできなかったですよっていうのがわかれば、ぜひ、コメントいただければ嬉しいです。まあ、そんなこんなで今回は V ポイントアプリがビザセキュア 3D ュ油に対応しましたよということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、以前ね、動画でもお伝えしたように、まあ、この V ポイントの消化方法としたら、この V ポイントアプリで消化する かもしくは三井セミトモカードとかまあ、そういったクレジットカードの請求に充当するっていうねいわゆるそのキャッシュバックするっていう方法でお伝えをしてたんですけどもまあ、今回この 3D セキュアに対応したことによって若干使う幅が増えたかなっていう感じですかね 去年ね、開催されてた V ポイント増量キャンペーンっていうのが地味にあり嬉しかったので、まあ今年は正直あるかどうかね、ちょっと厳しいとこではあるんですけども、あれまたちょっと開催してほしいなっていう風に若干思ってるとこではあります。そしたらね、また V ポイントの活躍の場が増えそうな気はするんですけどね。で、今回お伝えさせていただいた公式のそれぞれのリンク概要欄に貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。